よし、明日は休み。よっしゃ、やってくぜ。そろそろかぶりそうやな。かぶったらテンションが低いな。かぶりだけは、いや。いきます。俺だと。あー、かぶった。かぶった。待って。めちゃくちゃアマゾンの段ボールの上で撮影ションバレバレやな。うわー、かぶったうん、何やったっけ、バンバヤン、バンバヤンの人ね。なんかいらんことした。ちょっと待ってな。うん。まあいいか。グラバト三世だったかな。どうする？もうまああとあと多分三四種類ないけどな。もうダルターでいうんばっかしになると思う。これレアやりな。うん、バーサーカー、ルーマニア、ベイ、なんかもうここ最近めちゃんこあれやな、適当にしてるやろ言われるな。レベル6エクシーズでなんかあれじゃなかったっけ、相手モンスター奪ってきてなんかレベル調整するやつなんかバンバイで出てなかったっけ。昔なんかバンパイアルードかなんかって言って攻撃力2000ぐらいでなんか戦闘でやられたらなんかまた生き返るやつがあった、あれがなんか昔強かった。うん、あとなんか禁断の書かなんかって言って相手の墓地のカード1枚除外してからなんかバンパイン、え、悪魔族だな、なんか蘇生させるやつがね、あれも強かったの、アンデッドだったっけ、うん、アンデッドだったかな、うん、アンデッドだったかな、禁断の書イコール3枚死者蘇生やったからめっちゃ強かった。しかもなんか墓地除外が結構あの海別の死者とかあの辺使った時期やもんな、光と闇系ばっかりしてたから、うん、強かったと思う、うん、ちょっとかぶったからちょっと第2弾も行くわ、明日休みやから。